皆さん、こんにちは。良い一日を。本日のニュースレターには、以下の主要なニュースが含まれています。大規模な氷の嵐が、奇襲湘南西部の多くの地域の家、車、作物を襲った。地元住民によると、嵐は多くの家の屋根のタイルを損傷した。同日、四川省茂県、大規模な土石流が発生し、 村全体を飲み込んだ。中国メディアの在審網、事故は人災の可能性もあると報じた。地元住民らは事故前から当局に、山の斜面にある大きな亀裂について何度も報告していたが、なんだ対応はなかったためだという。中国地方の上空には真冬並みの寒気が流れ込んでおり、中国山地の周辺では30センチ前後の雪が積もっています。 安徽省の一部の地区には雪が降り続いている。全省の12の市で300万人が大雪による被害を受け、4000人が移動、1人が死亡、14人が怪我や病気にかかった。異常な吹雪と土砂嵐は中国西北部の平地を襲撃して観測員15名が死亡したと伝えている。現在、救援活動が続けられています。 北京、河北、山西、河南、山東など各地は次々と、見かけて豪雪に見舞われた。河北、河河ワイカワ流域ではこの時期としては観測史上初めて、河北、山西、河南では60年ぶり、地域によっては100年に一度という大雪となった。河南省、陳州市では大雪や着氷により送電塔や電柱などが倒れるなど、 市全域で電力供給設備が破壊され、多くの地域で停電、市民生活に影響が出ている。電力と通信ネットの被害が深刻。悪天候の影響で、一部の地区の電気網が被害を受けた。奇州省、湖南省、安岐省では広い面積で停電し、電力の供給が厳しくなった。 また一部の地区の電気網損傷は鉄道輸送に支障をきたし、悪天候で携帯電話がつながらなくなった章や死もあった。寒気団と暖気団の両方の影響を受け、先制中部、山西中南部、川北中南部、河南北部、湖北西北部など各地域以来、広範囲にわたり豪雪に見舞われた。 内河北省では観測史上初の大雪により6人が死亡、63万人が被害にあった。また、山東省では35万人、仙水省では40数万人がそれぞれ被災した。気象状況が極めてかんばしくない場合、小中学校は休校措置を講じるよう緊急通知を出した。省大連市では、 突然降り出した雪で市内の交通が麻痺状態となった。交通警察が緊急出動して車を誘導、各部署は除雪作業に追われた。北京は雪が降った。寒風を伴って舞った小雪が、瞬く間に街中を白く覆った。中央気象台によると、この日午前は石火層、大原、鄭州など中国北部の都市だけでなく、武漢、 南省、広州など南部の都市でも降雪を観測した。中国四川省成都市青白江区で震度5の地震が発生した。地震は流線三段相帯で発生した。約1500万人が住む成都市内では強い揺れを感じた人が多く。中国国内報道によると、この地震による死傷者はまだ確認されていない。同日、 唐山一マイ役でマグニチュード5.1の地震が発生した。震源の深さは10キロ。三峡ダムはようやく放流量を増やしたものの、水位は174メートル近くまで上がっているようです。広い範囲で大雪が降り続いた。アナリスト予測によれば、中国北部で続く豪雪の影響によって石炭需要が急増空いており、 今後短期間で石炭価格が上昇する恐れがある。また、河北、山西省などの石炭産地でも豪雪による輸送期間への影響から、石炭輸送が困難となっていることも今後の価格上昇要因として見られている。